次は対策の手はほっぺた。冷めてから反対側でます。手を下ろしながら。下ろしながら蹴る。はい、こんにちは。格闘技研究家の土屋です。今回なんですけど、ちょっとこういう質問が来てまして、自分のね、理想のフォームを見つけるには、決めるにはどうしたらいいですかっていう質問。あとは、まあ、これをね、ちょっと今回、かなりガチめに回答していくのと、あとは、自分の理想のスタイルですね。ファイトスタイル。これどうやって見つければいいですかみたいなところがあるんで、まあ、今日もね、まあ、理想のフォームっていうところでちょっと話終わっちゃうかもしれないですけど、まあ、ちょっとこう、ファイトスタイルっていう点も少し、加味して、自分なりの、考察、またね、実演を、やっていきたいと思います。まずなんですけど、理想のフォームですね。これはね、結構2種類に分かれるかなって思っていて、まず一つ目は、かっこよさ。格闘技をやる理由っていうのは、全員が全員ね、チャンピオンを目指すとか、強くなりたい。プロを少し任せるぐらいに強くなりたいとか、全員が全員それをね、目指してるわけではないと自分は思っているんで、例えばですけど、スポーツジムでよくあるボディーコンバットって、格闘技レッスンとか、それでなんか一番前でね、ちょっとこう、目立つぐらい素晴らしいフォームでもてはやされたりとかさ、会社でわかんないけど、シャドーボクシングしてちょっと、やってたの？プロだったの？みたいな。ちょっと評価されたいみたいなさ。まあ人によってね、どのぐらいを理想にするかがちょっと違いますけど、まあただ、うちのジムでもね、ちょっと格好つけてシャドウしたいとか、マススパーでちょっとこう、相手を翻弄できるぐらいまでにはなりたいとか、まあそういう人、まあそういうのを全部一括りに、まあいわゆる、かっこいいフォームですね。はい。これがあると思うので、自分はね、そのかっこいいフォームと、強さっていうのを今までね両方研究してって、まあ、両立できるもんだなって思ってたんですけど、まあ、ちょっとこれだいぶ違うなっていうのが最近考えていて、なんで今回はまあ2本立てというか、前半はかっこいいフォームについて、まあ、後半ちょっと長くなりますけど、後半はガチ、もう倒すというか実戦で強いフォームっていうのをちょっと少し解説していこうかなっていうふうに思います。はい。で、まあ、自分がね、もう、1000人、2000人、教えて、うちのジムの体験、まあ、ほぼ毎日持ってますけど、ジャブからね、ジャブストレートから、まあ、ミドルまで、いろいろ教えてますけど、それはね、基本的にかっこいいフォーム。初心者が、おーってなるフォームです。で、これは本当にもう、まあ、試合出ないだろうなっていう人は全員この教え方をしてて、で、これは実践でいけないかっていうとそうではなくて、まあ、ほんと基本の木、ベース、もう土台になるフォームっていうことで、まあ、これができなかったら、多分その応用というか、実践で強いフォームっていうのは多分できない。まあ、できるとしてもなんか変な汚くなっちゃう。ので、まあ、基本のベースとなる綺麗なフォームっていうのは、まず、整えた方がいいと自分も思ってるんで、で、今回はね、まあ、ざっくりですけど、一通りの打撃の、まあ、自分が、教えてるやり方の基本のフォームっていうのをまずやっていこうと思います。ファイティングスタイルについて。これはね、基本的に、まあ、キックボクサーだったら、前足がまっすぐで、こっちの足が横向きですね。はい。まあ、これ基本ですからね。応用じゃないですからね。で、応用は、ちょっとこう、両足を、前に、ある程度前に、まあ、45度ぐらい。まあ、これが自分の、一番強いフォームだと思ってて、まあ、基本はね これでいいです。90度、はい、ボクサーの方は前足ちょっと、ね内側に入れて内転筋で抱えるというかこう内股気味で戦えるといいと思います、はい。まあ、キックボクシングの場合はこのぐらいですね。90度、はい、で半身ですね。半身で顎のラインで手グーにして、はい、こういう状態ですね、はい、でなるべく顎から下に手を下ろさないようになるべくですね、はい。で、右手は締めて。はい。こういうスタイル。で、ちょっと顎、少し引き気味。こうやって浮かないように。ね。まあ、これが、まあ、基本の、フォームとして、基本的に教えてますね。で、この時に、スタンス、横のスタンスもちょっと広くしてください。はい。こういう状態がベースになっちゃうと、だんだん、こう、バランス崩れちゃうんで。はい。でこの横幅も、少し、ね、肩幅の半分ぐらい。縦の幅は、まあ、ちょっと肩幅、もしくはちょっとそれよりも広いぐらい。はい。で、横の幅は、肩幅の半分ぐらい。はい。これは維持しましょう。どんなに動いても維持すると。
はい、でこの時に、まあ、こっちの足ですね、まあ、本当にでもうちのチャンネル戦うの強くなりたいって人多いんで、もう上げ続けてください、まあ、これはもう徹底しましょうか、はい、まあ、最近自分はもうある程度こうスパーリングとかやりたいって人はもう必ず上げ続けてねって言ってるんで、はい、まあ、これはまあ自分の中では基本です、はい、でこの時に、前足からね前に出る、前足から前に出る、で後ろ足から後ろに下がる、前足後ろ足前足後ろ足で、この時に、必ず寄せる、ね、動いてない方の足寄せて、ね、こう前に行く時は前足から入って後ろ足寄せると、で後ろに行く時は後ろから入って前足寄せる、はい、でこの時に、前行ったり下がった時にフォームが崩れてないように、もう1ミリも崩れてないように、ね、それができないんだったら動いてるうちにあのフォーム崩れちゃうんで、それがガタ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 こうね、よろ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 体幹がね、崩れる結果になっちゃうんで、必ずこう歩いたりこのステップしたりこう歩いていくときにあのフォームが崩れる、このスタンスとか全部崩れないように、はい、まあ、これは基本の木ですね、はい、で、次です。次はジャンプ、ジャンプは構えたときに、この後ろの足ですね、後ろの足で蹴ってパン、前にパス、後ろの足で蹴ってパンパン、ね、でこれね、なんかまあちょっと最近質問できてて、まあ、ジャブに力が入んないとか猫パンチになるっていう人がいるんですけど、まあ、定期的にそれいるんですけど、おそらくね多分動いてるうちにこう足が多分使えないでこう腕だけで打っちゃったり、あとは前に出しすぎとかね、腕をで、それでこうここだけの力の反動が伝わらないで打っちゃうみたいな、だそういうとちょっといけないんで、まあ、基本は後ろ足ね、パン押す、パン押して、パッ、でその時に押したら、こっちを引くね、押したらすぐ引くで、押して終わっちゃうしてるんですよね、押すのはいいんだけどこうやって戻れない、はい、戻れなかったり、まあワンツーの時にツーで足回せない、そういう人はね多分押すまではいいんだけど押して寄せてないで、寄せられたらバンツーできるんでね、はい、まあ、ほとんどの人はこれですね、あのワンツーが、まあ、特にツーが下手くそっていう人はほとんどの人はこれなんで、ジャブでしっかりね、押す、しっかり押す、バンバン、はい、押して寄せると、はい、その時に、まあ、今回ねかっこいいフォーム編なんでしっかり脇締めて、顎4本指しっかりほっぺたにつけてまっすぐ打つと、まっすぐ打つね、はい、まあ、これがまあ普通にベースとなるジャブですかね、はい、で次ストレートで、ストレートも、右足ね回しながらで、この時は体側の手はほっぺた、はい、でまっすぐですね、まっすぐきれいにす、ね、たまにこうなっちゃう人とかね、こう弓合いになっちゃったりとか結構いるんで、しっかり回して膝が回れば腰も回るの で、あとはかかとですね、かかとが外側向けばね、こう綺麗にスルッと打てますので、はい、でよりかっこよくしたいっていう人は、まあ、おでこちょっと、まあ、顎引いて、おでこで相手を見るようなイメージでちょっと上目遣いに、はい、でまあかっこいい、まあそれもちょっとできないよっていう人はこっち引けばいいです、スッとこう、まあこれはね実践では全然使えないというかあんまり意識しない手法ですけど、まあ、とにかくかっこつけたいっていう人はこっち引けばいいです、スッと、ね、引けば右手前に出るんで、はい、まあ、あのこの人実践やらないなっていう人はそういう教え方はしてます、はい、まあ、もしくはあのこの右足もう限界まで回しちゃっていいですよって、まあ、基本的にあのストレートが腰が入んなかったり回転が弱い人っていうのは、まあ、こっちの引きが甘かったりこの右足の回転がなかったりするんで、まあ本当に、まあ、理想のフォームというか
すごいいいフォームを作りたいっていう人はもう過剰に教えてますね。こっちはもう本当に180度近く回しましょうとかね。まあそんな感じでやっていけばでも形にはなっていくと思います。でこれもステップでやるときは必ず寄せて、寄せてからですね。あのこの寄せがねもう本当にミソなんで、このステップもしくはこう歩く、歩いているときにこの寄せがないともう全然力のないストレートになってしまうんで、まあ、基本的にあのジャブが得意なんだけどストレート苦手っていう人はもうこれをひたすら練習した方がいいですね。ここから寄せると、寄せるゾーン、ね、寄せてゾーン、寄せてゾーン、はい、まあ、これ本当に2年ぐらい練習すれば多分結構いい形になると思うんで、はい、まあ、頑張ってください。で次フックですね。でフックはやっぱ大事なのはこの前の半身で回転すること、はい、まあ、やっぱりフックでちょっとかっこよくないなっていうフォームの人はこう手打ちですね。こうやって手だけとかで打っちゃう、あの、まあ、実践で結構強いフックね、こうやってパーンってやるフックもあるんですけど、まあ、最初はもう基本 この回転をちゃんとものにできるかっていうところなんで、しっかりねその回転を使うためにこっちの反対側ですね、奥側をしっかり寄せて、しっかり寄せて、ね、ガードしながらです。ガードはもう鉄則ですね。もう素晴らしい、あのかっこいいフォームにはもう鉄則、はい、しっかり脇締めで溜めてから反対側出ます。1、2、はい、2、うん、でこれがねできない人も結構いるんですよね。そういう人はねどうやって教えてるかっていうと、あの前重心に なっちゃうと結構回転しづらくなっちゃうんですよ、前足がね。基本的にはこの前足が最後回ってね、あのかかとも見せちゃっていいですよっていう教え方してるんですけど、でグッて、まあ、その方がねあのキレはあの発生させやすいっていうか、あのキレがあるようにチャンってね、キレがあるように見えるんで、なんでまあそういう過剰に回転しましょうって言っちゃってますけど、まあ、それでもねできない、わからないっていう人はおそらく顔がね結構前になりやすい、ね、顔が前になってるってことは足が動かないですよ、前重心になっちゃって。なんでもう変な話のけぞっていいですよって言っちゃってます。あ のけぞって打ったら多分結構回ります。あのあんまり、うん、俺はあんまり推奨しない、あの実践だと推奨しない打ち方ですけど、まあ、ただあの回るんでね、前足がくる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 後ろ重心だと、はい、でまあ実践だとどういう原理で打つかっていうと、この溜めた時に、まあ、前足にちょっと重心がかかってれば、あのこっちの足にね重心移動ができる。でこの重心移動を、まあ、拳に乗せるようなイメージで強く打てればいいと思うんで、はい、まあ本当に初心者とかかっこいいフォーム目指したい人はちょっと後ろ気味でこう、こっちの足、右足くるっとでストレートの方、ストレートを手なしで打ってから前の足をこうくるっと回す。でその時に、まあ、のけぞっていいです、でのけぞっちゃっていいです、はい、で、まあ、慣れてきたらのけぞんないで、もう顔の位置ぶれないで1、2、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 
ですね。もう逆にこっち、逆にフックを打つ、ね、打たないで溜めて、でまっすぐ打つと、ね、はい、こう1、2と、これから1、2、で1、2、はい、でこの時にアッパーって手と一緒にこう自分もね、顎が上がりやすいんで、しっかり顎を引いておでこで相手見ながら溜めて打つと、溜めて打つ、でこの時にしっかり脇締めね、まあ肘が正中線を抜くようなイメージ、1、2、1、2みたいな感じですね。はい、まあ、パンチは大体こんな感じで、まあ、キックは、まあ、ミドルキックが、ね、しっかり軸足しっかりひねって、ね、ひねって、で
右のミドルキックであれば、右手が上、まあ、蹴る方の手上ですね。蹴る方の手上で足開く、しっかり開く、1、ね、で2の時に手を下ろしながら、下ろしながら蹴る。で、まあ、この時に大事なのは、ね、足開くのと手同時ですね。1、2とかっていう人いるんですけど、まあ、これだとちょっと全体的にバランスが崩れちゃったり、蹴るタイミングがちょっと変になっちゃうんで、あれは1、1、2、ね、こう1、2です。はい。で、大事なポイントちょっ と、スピードアップしていきますと、こう1の時に反対の手何もしないんでガードしましょう。はい。まあ、上級者であればちょっとこうガードしないでこう回転してね、打つっていうやり方もあるんですけど、まあ、基本的にはもうこれでいいです。開いて手上げて反対の手ガード、もうこれでいいと思います。で、これ下ろすときに、まあ、これ勢いつけるんで、できるだけ強く下ろしちゃっていいです。で、そのときに足とこんにちはする重なるように、まあ、ある程度上級者であれば手前に伸ばした状態で終われると本当は牽制になっていいと思うんですけど、まあ、初心者とかかっこいいフォームだけ目指す人は下でいいと思います。下で、はい。で、そのときにこっちの足、蹴り足は上のベクトルが強い、こう横を強くしちゃうと逆に浮上しないでこう下がってローキックみたいになっちゃうんで、できるだけこの上です、ね、上に蹴り上げながらこの軸足で押し上げる。で、そうすると斜め上にこう勝手に上がってくるんで、これをね、これを回転すれば、なんでこの軸足で蹴るっていうイメージ。そのために足を開きます。開いて、こうですね、1、グッと、ね、この背伸び、軸足を、伸び上がってかかと上げて、回転するっていうのが大事で、まあ、中級者以上の方はこのヒットの時にグッとこう押し上げられるとなおいいです。なんで2段階開く、1で開いてもう1回開く、開きながら回転する、回転しながらこう、まあ、背伸びするって感じ。その回転しながら背伸びする感覚で、相手を押し出すというか打撃を強くする。1、2、ね、はい、っていう感じです。まあ、さらに上級者だとちょっと、まあ、後でまた説明しますけど、まあ、基本的にはこういうフォームでやっていけばいいと思いますね。で、あとは、まあ、前蹴りか。前蹴りは足がね、上がらないっていうのが一番かっこ悪いというかダサいんで、しっかり後ろの足に体重乗せて足上げて、この状態でブレない、膝がしっかり上がった状態でブレない、この状態ね。はい。で、よくね、ある前蹴りの間違いというか、足が上がってないのに前に出してる、こういうS みたいな、こういうシャドウしてる人結構いるんですけど、結構筋的とか上がりやすかったり、この膝のカットとかに引っかかっちゃって意外と自爆しちゃうので、足上げてからパンって伸ばす、上げてしっかり上げて伸ばす、はい、まあ、これひたすらシャドウで練習した方がいいですね。で、反対の手は本当に、まあ、初心者というかかっこいいフォームを目指す人は過剰にガードして、まあ、こうでもいいです、こうでもいいですね。はい、はい、まあ、とにかくこういう形が大事なんで、フォームっていうのは、はい、で、蹴り手っていうのは勢いをサポートする、もしくは相手を牽制するように前に、はい、まあ、こんな感じでやればいいと思います。まあ、膝も後ろにね、前に行かないように、で、その時にしっかり足上げていくし、1、2、はい、1、2、こう前に押し出す、グッ、ね、グッ、1、はい、で、体勢が、こっちの手、ね、蹴り足の手は、相手をカバーする、はい、
まあ、そんな感じがまあ基本ですかね。はい、じゃあ第1章これで終わりにしたいと思います。